どうもブルです。今日はトラッパーやっていきます。エリー研究所治療シアター。新しいキラーフライトが実装されたんで、今回は、そのパークね、不死と血の恩恵を使ってねやっていきたいと思います。でこの不死っていうのがなんか相当ね、ブライト君自体も強いんだけど、このパークがかなり強くて、今破滅とこの不死を組み合わせるのが鉄板構成になっている気がしますね。で、儀式中にトーテムが浄化されると無力なトーテムが残っている場合、その呪術は無力なトーテムに移動する。だから破滅が壊されて、で、お、いきなり来てるんですけど、作成しよう。あ、これも新しいやつじゃん。フェリックス。ミスったんじゃないそれ。あれどこ行った？足跡が前より見えづらくなったよね。あ、トーテムバレたね、これ。OK。で、説明の途中ね。破滅が壊されたら、白いトーテムに破滅の効果が移ると。で、不死が、最初に不死が壊されると、今まで通り破滅が壊されて、通常の状態に元に戻っちゃうんだけど、不死がある間は、ずっとその延々に、その白いね、トーテムがある限り、そのトーテムに移してから、だからね、相当破滅が長生きする。で、今みたいにこれ映ってるじゃん。で、この映ってるのは、多分不死の効果。トーテムの2メートル以内にいる生存者のオーラが、まあ、最大6秒、レベル3で6秒消えるっていうのが、だから策的にも使えるし、トーテムパーク遅延できるパークを、まあ、さらに延命することができる。今までだとさ、破滅壊されてさ、もう終わりだったから。20秒で壊されることもあったけど、だそういったケースがかなり少なくなる。破滅が壊されても、白いトーテム移るから、まだ壊されない。壊されないっていうか、破滅の能力が残るっていう。かなりね、トーテムパーク愛用する人にはおすすめだね。ただ1点注意が必要で、トークン系の、あ、触ってんね。まあ、このように映ってると見えるというね。最高でしょ、これ。で、あと、そのトークン系の呪いのトーテム。女カルリウトの子守歌とか、あと、むさぼり、第三の封印とか、そのトークンを貯めていくやつは、その対象の、トーテムが壊されて、で、延命はできるんだけど、またトークンはリセットされてゼロからになっちゃうから、まああんまり、まあ不死と相性、まあ悪くはないけど、まあそこまで全力で発揮してる感じではなくなっちゃう。だからどっちかというと破滅とか延々と効果があるパーク。まああと、まあ霊障とかは結構相性いいかも。霊障に関してはね、まあトラッパーで試したけどあんまり、そこまで恩恵は感じなかったけど、なんか索敵もできるドクターとかだとかなり強いかもね。霊障、レイスとか。ああいうのは結構強いね。だから機動力あるキラーにとって霊障はかなり強いと思う。リンちゃんとかね。いや、破滅が残ってるだけでさ、やっぱ後半、4人から1人減って3人になったらさ、破滅あると結構きついじゃん。もうそれだけでもうほぼ全滅できるようなイメージだから。だから、多分、このキラーやるんだったら、不死は取っといた方がいいね。ということで、かなりブライト君は押す。ちょっと今回トラップやってるけど、あんまり罠かかんないね。砥石持ってきたんだけどさ、あんまりそういったシーンが見せられないのはちょっと残念だけど。あと、ランクリセット後すぐの試合です。じゃあ仕掛けよう。あとね、あれ持ってきた。血の恩恵。
これ知能恩恵の効果は、殴ると、まあ、ダメージを負わせられるんだけど、まあ、当たり前ね。生存者に攻撃が命中すると16メートル以内にある、パレットが15秒間エンティティによって固定される。で固定されたパレットは倒すことができない。クールタイムは、レベル3で40秒。今壊されたの多分破滅だね。破滅が壊されたけど、不死の効果で破滅が他の、トーテムに移った状態です。いた。やるやんけ。あ、不死ある段階で一人落としたら多分もう負けないと思う。相当うまくないと。で、あのように丸々と見えると。あそこにトーテムあんのかな？白いトーテムかね？だから見えてるからすぐ見つけられると。だからこのように索敵も、できるようになるパークなんで、かなりおすすめ。これはもうね、トラッパーに限らずね、全キラーね、多分この個性強いと思う。破滅不死。もうこれ鉄板だね。これ入れとかといたら間違いない。で、最短で破滅が壊される状況としても、不死をストレートに一番最初に壊して、で、次破滅壊すみたいな感じだから、まあ、その時点でも結構延命できるじゃん、いつもより。さよなら。残り3人で破滅ありの状態で、もうこの段階で発電機残り3でしょ。まあ、2台ついたけど、もう回せないよね、多分3人だったら。いや、これ相当流行ると思うから、まあ、サバイバーやる上でも、まずトーテム探し大前提だね。最初に破滅あるかどうか調べてから、そっからだと思うわ。いや、見失ったな、今。足跡ちょっと分かりづらくなったよな。ということで、これで終わりかな。魂の平穏使ってんだけど。すげえ。知能恩恵の効果が全然見せられてないけど。不死の強さは多分分かってくれると思う、これで。全然罠引っかかってないのにさ、チェイスしてるだけでどんどん落ちていくじゃん。さあ、あと残り2人。フェリックスか。フェリックスもラストだね、これ。ここやっぱトーテムあるね。ここ映るもんね。どっかにトーテムあんだわ、多分。で、6秒間映るからさ、結構長くない？あそこのエリア入ったら6秒間映るってことでしょう。相当強いよ。さあ、終わりの準備しよう。今回はあとね、破滅と、まあ、ネタで血の恩恵持ってきたけど、ガチでやんだったら、後半ちょっと、発電機固めやすくなる堕落の介入とか入れて、堕落破滅不死で、まあ、好きなツサ肉とか、まあ、好きなパーク入れるのがいいかもね。今は結構ヒールが早くなってるから、まあ、ズサンとか入れてとかでもいいし、まあ、俺だったらノックアウト入れたりするかな。で、まあ、だからバベチリと堕落とかでもいいと思うし、チェイスのパーク入れてもいいかも。いたわりとか、まあ、トラッパーだったらまやかしいらないと思うけど。さあ、ラストワン。あ、いたんだ、ここに。あ、ここに隠れてたのか。聞こえなかったね。はい、ラストワン。これはあそこまで間に合っちゃうかな。ああ、そうだ、グラフィックが改善されたことで、ウェイちょっとね、罠が新しいマップ仕掛けづらくなったかもしれない。あ、山岡亭とかね、バダムとかね、またちょっと今度動画で上げたいと思うけど、あと配信見てもらえると分かると思うんだよね。はい、じゃあラストワン。
追っていきましょう。足跡削るんじゃないか。そうだね、まあ、血の跡残ってるから。はい、ということで全滅ですね。強いと思います。ジジ、なかなかいい試合でした。じゃあ引き続きまた上げていくんで、ぜひご視聴よろしくお願いします。それではまた、バイバイ、プリでした。